winning the game, with we set a couple goals about 4 years ago. When I first came into the team, that we wanted to win at the World Cup. We also wanted to be top 10. We've achieved that so far. So the main goal now is to win at the World Cup. How do you see the South Africa game? Is that something the one everybody's thinking about? Yeah, it's going to be a big challenge for us. We're going to give everything we have. Just going to try and shock South Africa. やはり何を目指してますか、これまで、ここまで、全ては勝つためにやってきました、トップ10になるという一つの目標もあり、それを成し遂げたこともあります、これからはワールドカップで一緒でも、多く上げること、そして南アフリカ戦に対して もう全力で全てをぶつけるということだけです。非常にいいランナーも揃えてますし、非常に大きい相手ですけども。ジャパンがしっかりとボールをキープして自分たちのやりたいアタックというのをやっていかないと、過去と同じ結果になってしまうなという印象は持っています。そうですね、チームとしてはやっぱり開始の笛が鳴った瞬間から自分たちが4年間積み上げてきたものを、最後のホイッスル80分間になるまでですけどしっかりと出し続けたいと思います。そうですね、やっぱり日本がまず7と試合することが初めてという、あと本当に強い相手なので、正直恐怖はあります。けど今は、最初は恐怖もあったんですけど、なんていうんですか、この4年間準備してたことを、思い返してみると、どれだけ通用するのかっていう楽しみもあるので、本番では自分のプレーを今までやってきた分思いっきり出そうかなと思ってます。日本のラグビーをする。速いテンポでラグビーするっていうのは僕自分たちの持ち味だと思うので相手を翻弄できたなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。やっとこの大舞台に立てるというのを実感してます今、今週は夢の大会ですね。やっぱり4年前ちょっと悔しい思いしてワールドキャップカップ、当然出るチャンスを逃してるんで、そのなんていうんですか、悔しい思いを晴らしに来たというか、個人的にはそんな感じで、本当今そうです。もう本当に2007年の4月に呼ばれて、で本当に短い5ヶ月ぐらいで準備して戦って、今回は本当に2012年からレディージャパンに変わってからこのメンバーと、このラグビーを作り上げてきたので、本当に メンタルと、フィジカルと、ラグビーの理解が全然違う、自分のプレーもすごい成長してる。今までのワールドカップは相手に最初の20分やられてから自分にジャパンのラグビーをしてたので、今回も本当にファーストフェイスするからジャパンウェイっていうラグビーを世界に見せたいと思います。